マには音楽がある、音楽にはドラマがある。男と女が織りなすドラマと音楽のタペストリー、ドラマってムジカ。まあまあ、タッキー、おみくじが今日だったぐらいで落ち込むんじゃないわよ。落ち込むでしょ、普通。合計700円も投資したのに。だからその根性が良くないのよ。神様からの警告なんじゃない？欲張るなって。そうよ、なんだってそうじゃない。ガツガツしてる時はからっきしなのに、なぜかふっと力を抜いた途端望みが叶ったりしてさ、そういうものよ。確かに家宝は本当に寝て待つものなのよ、きっと。わかった。じゃあ今年のテーマはがっつかないに決めた。そうね、脱力脱力。別に彼氏が欲しくないし。あんた、それはただの天の邪よ。ただの卑屈な女には誰も寄ってこないからやめなさい。あり、ダメか。それとあんたは根ががっつき体質だから、がっつかないことにがっつきそうで怖いのよ。そこも気をつけた方がいいわね。なんか難しいね。トッシーを見習ったら。あの子も彼女欲しいとか言わなくなった途端例の彼女ができたんだから。おー、そうだったんだ。あれ、まだ付き合ってんの、あのコスプレカップル。そうなんじゃないの、別れたって話は聞かないわよ。あ、そう。ふーん、クリスマスプレゼント目当ての期間限定彼氏だと踏んでたのに。どうなのかしらね。あ、そうだ、ママ、トッシーの年賀状見た？見たわよ、もうびっくりしちゃった、私。何？あのコスプレした写真は、アニメかなんかのキャラクターなの？ガッチャマンよ、ガッチャマン。ん？何それ？知らないの？科学忍者隊ガッチャマン。知らない、知らない。そういう昔のアニメがあるのよ。その主人公の大鷲の剣のコスプレ。へえ、そうだったんだ。私も変装にはうるさい方だけど。あれは相当なクオリティよ。あ、そう。そっくりなのね。わかんないけどさ。完コピね、あれは。あ、でもさ、なんでその、あ、なんだっけ。ガッチャマンよ。え、そうそう、ガッチャマンのコスプレなわけ？年賀状の写真か。そりゃ鳥年だからよ。鳥年？ガッチャマンのコスチュームは鳥だから。まあ、そういうことなんじゃないのと私は理解したけど。あ、なるほどね。あ、わかりにく。まあ、ガッチャマン知らない世代にはわかんないでしょうね。ほら、トッシー、そういうとこあるから。あ、まあね。ちょいちょいカッコつけるし。ただのイケメンかと思ってたら、なかなかのクセモノよね。ほんとほんと。超がつくアイドル2だし、ガチ系のコスプレイヤーだしね。女の子のキャラクターのコスプレもやるって言ってたし。彼は、一体どこへ向かってるんだろうね。わかんない。最終的には私みたいになってるかもしれないわよ。マジ？鳥肌立ったわ。くせ。トシ君大丈夫？まだ熱あるんじゃないの？いや、もう大丈夫。熱も下がったし、咳も止まったし。誰かが俺の噂話でもしてんじゃない？もう、どこの女よ、トシ君の噂話するのは。激おこぷんぷん丸。いやいや、ゆいちゃん違うから。別にそういうんじゃないからね。トシ君はゆいのものなの。わかったわかったって。心配しなくても大丈夫だから。うん、ならオッケー。いやー、でもしかしなかなかヘビーな風だったな。おかげで実家に帰省する予定がパーだよ。おかげでゆいはトシ君とお正月を過ごせてラッキー。でもゆいちゃんが看病に来てくれてほんと助かったよ。一人暮らしで風邪ひいた時ほど切ないもんはないからね。わかる。寝ててもご飯出てこないもんね。そうそう、おかげで長引かずに済んだからね。ほんとありがとね。当たり前じゃん。頼もしいね。でも年末年始で寝込んだのは初めてかもな。紅白も見なかったし、正月番組も見てないし、お正月感が全くないんだよね。トシ君、新年、明けましておめでとうございます。
そうだね。よいしょっと。明けまして、おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。こちらこそ。正月っぽいでしょ？そうだ。ゆいちゃん、俺も元気になったことだし、初詣にでも行こっか。賛成！ちょっと歩くけど、川沿いに神社があるから。行きたい！だって、ずーっととしくん家にこもりっきりだったんだもん。だよな。ごめんね、ゆいちゃん。いいよ。じゃあ、着替えよう。私はね、コンドルのジョーが好きだったのよ。日系イタリア人でさ、顎がちょっと割れててセクシーなのよ。どういう目線でガッチャマン見てたのよ。てか全然話ついていけないし。ああ、タッキー今何時？5時ちょい前。ちょうどいいわね。お店戻ったらお年玉の準備しなきゃ。何？お年玉って。いつもデイジーをご贔屓にしてくださってる皆様へ、私からの気持ちよ。マジ？飲み食いただの上にお年玉までくれんの？超とっぱらじゃん、ママ。お金じゃないわよ。あれ？違うんだ。私特製のポーチドエッグよ。落とし卵なんちゃって。さすが親父。誰が親父だって？